どうも、ロチンです。100円幽霊やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はおそらく取り忘れてる人が多いであろう、めちゃくちゃ強い隠されたルーンの紹介をしていきます。このルーンの入手方法ですけども、あるキャラクターに話し続けることによって入手することができます。ちなみに全クリ5です。クリアした後に入手することができますね。では、話しかけるキャラクターの紹介です。まず、ここに来てください。ハイシャーンの宮殿エリアです。ハイシャーンの宮殿エリア。ここの、右上です。こいつ、緑色のターバンを被ったやつ。こいつに話しかけてください。名前がね、サイドアリですね。サイドアリが各地に出現しますので、こいつに全部話しかければ入手することができます。では、次に行きましょうか。次はここ、インペリシャークですね。インペリシャークの、右上に進んでいきましょう。こっち側ですね。ここ、いましたね。場所としては、ここら辺ですね。宿屋の右下あたりになります。話しかけましょう。それでは次、拠点に戻ってください。拠点の温泉エリアに行きましょう。温泉を開放してないといけませんけどね。温泉を開放してください。そうすると、います。話しかけていきましょう。次はここ、ヤールナーンですね。ヤールナーン3階に来てください。そして右に進んでいきましょう。そうすると、ここにいます。話しかけてください。そして、これがラストです。ラストとなります。拠点の温泉エリアに再度行ってみてください。そうすると、またいます。これでおしまいです。これ超会心のルーンですね。超会心のルーンの能力は、クリティカル率が 40% 上がるです。レベル99のキャラクターは、かなりクリティカル率が高いので、このルーンを装備することにより、ほぼほぼクリティカルで攻撃することができます。これ、かなりいいです。はい、ということで今日は、取り忘れてる人が多いであろう、めちゃくちゃ強い、隠されたルーンの紹介をやっていきました。クリア後ですけども、結構簡単に取ることができます。ぜひ、取ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。